かフリーヒルドを見てまず率直な感想が、日本に遺族年金ってあるのっていう。ありますあります。そういうところなんですよ。はい、本当にもうざっと制度難しいんですけど、ね、なんかね、どういう風になってんのか、はい、今の男女であったらどういう風にしてもらえるのかとか、やっぱその辺がわからないし、年金もほらいろいろあって、ね、あの国民年金、厚生年金とかその他あるので、その辺を、はいはい、じゃあ本当に簡単に説明しますと、日本にももちろんあの遺族年金制度あります。一般的にはこう2階建ての家に例えられるんですけど、まず1階部分、これはどんな人たちも入っている国民年金、基礎年金と言われるのがあります。これはまあご主人が例えば亡くなると、奥さんと例えば子供1人だったらもう定額で100万円ちょっと年額で出るというのが1階建て部分ですね。で、2階建て部分、これはまあ立場によって違うんですけど、例えばサラリーマンの人なんかだと厚生年金、その国民年金っていうのはあれですよね、大体自営業の人とかフリーランスの人が入ってるやつですよね。ただまあサラリーマンとか公務員の人もみんな基本的に1階部分は入っている、でそれにプラスしてサラリーマンの人は厚生年金、公務員の人は共済年金で、これは定額ではなくって、給料の額に応じて金額が変わってきます。まあ、そういったあの2階建ての年金制度が一つあって、それとまたもう一つ別に労災保険でも同じようにですね、仕事のせいで亡くなると遺族に払われる年金というのがまたさらに2つ、3点セットってやつですよね。あの働いてたらいる雇用保険と労災保険と、なんか3点セットって言いません？言うの？なんか、うん、はいはい、はい、で、まあ年金制度に関してちょっと2つ重要な点指摘しないといけないですね。はい、1つはあの奥さんに払われるんですけれども、法律上結婚していなくても払われるんです。事実婚でも、これは年金に関する法律全部に書いてあります。届け出をしていなくても、あの婚姻と同様の事情にある場合には支給がされるんですね。なので実際のケースで形式的な法律上の奥さんと実際上一緒に住んでいる奥さんとの間で私がもらうのよというような揉め事は遺族年金をめぐってそう時々あります。それが1点ですね。で、もう1点目はあのローレルさんでしたっけの発言の中に、彼女が男性なら何の問題もなく受給されるはずだものっていう言葉があって、私はびっくりしたんですね。日本の場合はそうではないです。ご主人が亡くなると奥さんには出るけど、奥さんが亡くなっても旦那さんには基本的には出ません。それがね、日本の年金制度のすごいところ。だからやっぱり男性が外で、働き、妻は、子供と、家事をするっていう男女性別役割分業が制度の中に組み込まれてるんですね。そうですね。あの1階部分のさっき言った基礎年金のところはもう奥さんしか出ない、しかも子供がいる奥さんにしか出ないです。うん、で2階建ての部分は、まあ、例外的に旦那さんが出ることもあるけど55歳以上じゃないと出ないというような制度になってて、明らかな男女差別になっているんです、うん、夫が55歳以上じゃないと出ない。もう少しか見砕いて言うと、妻が亡くなり、そうそうそう、妻が亡くなって、夫が55歳より若かったら出ない。出ない。だから今の場合ステイシーさんの方が若いと、だから出ないということになります。男女であっても、ね、だからステイシーさんが男の人だったら出ない、日本だと。ね、はあ、というような年金制度になっています。年金以外でもいろいろ片方がこう亡くなった時にいろんな問題っていうのはおじいさんのところに来たりします。そうですね。